さあ、つうことでやるんだけど、潜入、飛竜の巣、忍び寄る気配、ざわめく森。まあ、これがね、村クエだね。他の村のキークエ。じゃあまあ、竜の巣めんどくさいし、これからやっていくか。とりあえずこの3つやったら今日は動画終わろう。なんかの食事がね、運搬の超人。で、運搬の超人はね、正直いらない。大事なのは着地術。これ。着地術がね、マジ大事なの、これ。これ欲しいよ。どう？おー、おー、いい、いい、これでいいんだよ。これでいいんだよ。うわあ、ライゼックスかよ。綺麗じゃね？めっちゃ綺麗じゃん。ちょっと待って。すごい綺麗なんだけど。羽とかやば。あれ、これ卵どこ？卵どこ？卵なくね？卵ないじゃん。はぁ、ふざけてるだろ。おい、ちょっと待て。卵ねえじゃん。ちょっと待て。そんなことある？ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいよ、ライゼックさん。あ、卵、卵ここだよね。卵どこ？卵は？てめえ、子作りしとけよ、バカ野郎。ふざけんな。あ、ちょ、これだ。これだろ。ちょっと待って。ちょっと待ってください。許して。これか。あ、マジか。もうこんな目立たない卵、ふざけんな。マジで逃げろ！走れ！バーン！くそ！音もヘイト買ってくれ！待って、一回でも死んだら、もっと嫌な予感がする！いや、走って！あー、ちょっと待って、待って、ちょっと、一回でも死んだら、料理の方が消えるから、ちょっとシャレになんない、それは。いや、待って、次！ちょっと待って、いや、これ、シャレになんない、マジシャレになんない。無理。いや、あんな卵気づけないって、うわ、なんか回復いらないと思って持ってきてないわ。最悪。とりあえず、あいつが、もう一回寝てくんねえかな。うわ、寝る気配ゼロだわ、あれ。あ、寝てくれたかな。あ、寝てくれたっぽくない？あれ。寝てないわ。全然元気だわ。最悪バレてるわ。みんなにね、着地術がなんで重要かとか、そういう説明とかしたいんだけど、いや、マジ、6番に行けたら俺の勝ち。受けれる、よくれた。でかい。いや、バカが。いや、あともうちょい。いやー、危ねえ。でね、みんなにね、やっと着地術の真骨頂を見せられるんだけど、従来のハンターって、もうこの程度の高さだったら飛んだら、もう、落とすのね、卵を。でも着地術があると、こういうことよ。ほら、こういうこと。運搬の超人はね、スタミナ減るのは少なくなるだけで、着地術はね、こうなんだよね。めっちゃいいでしょ。これでね、もう速くなるのよ。だから卵はね、着地術さえつければ正直 OK。いやー、怖かった。まさか、卵でこんなドキドキハラハラすると思わなかったわ。うわー。うわぁ、あいつスタン待ってるわ。あいつめちゃくちゃ待ってるわ、俺らのこと。あ、ちょっとここメラルいんのか。だるいな、2回目からちょっと変わってんな。オッケー、気づかれてない。高い、それは。あ、これしゃがまないと。
あー、やべ、あー、逃げろー。あいつめちゃくちゃスタンバってるやんけ。あー、嫌な音がするー。えい、残念。俺は下にいるよーだ。なにー、わ、しかもエリエイドされたし。そう、あいつ、IQ いいじゃねえかよ。あーちょっと待って。ちょっと待って。やばい、あいつ。あいつもしかしたら IQ、3億か？あいつ IQ 高えぞ。いや、待って！ま、お前マジシャレになんない。お前普通に。ちょっと待って、お前ちょっと一回考えようぜ。な、お前まだ初対面じゃん。さすがにそれはあかんよ。あぶな！お！何あのライゼックス。IQ 高すぎだろ。あー、やっとか。卵系こんな辛かったっけ。あー、マジやん、やりたくねえ。次行くか。で、次が、忍び寄る気配、ポノタン3つ。あー、まあさっきより簡単だろう。はい。四天王不人気ガムートと。さあ、ガムート、お前の力を見せてもらおうか。まあ、でも乗るのはめんどくさいんだけど。いやー、乗らなくていいな。早く死に戻りしたいから。でも当たりに行くよーん。うわ。いや、硬っ。まあ、黄色じゃ話になんねえよな。まあ、そりゃそうだよな。天皇挑むんだったら最低でも切れ味緑か。いやー、攻撃したら乗っちゃうからな。せいやい。じゃあこれで完了と。さあ、次だね。で、次が、これだね。ざわめく丸い、ドスファンゴ。で、ドスファンゴで、ちょっと、総中古に行くのは、ちょっとさすがにね、さすがにね、俺のストレスも溜まるから、ま、あ、いや、ここはね、ベルドアーム、あ、これでいいでしょう。で、エネルギーブレードと、まあ、最近俺ハマってんだよね、エネルギーブレード。なに、超いいじゃん。え、こいつだけ、なんか、めっちゃオシャレな感じじゃん。じゃ、ドスパンゴ探しに行きまーす。え、弱っ。え？瓶5、6本で、多分いなくなったんで。え？なにこのカブトムシ。え、こんなカブトムシいんの？え？待って、初めて知った。え、カブトムシいんのここ。ちょ、じゃ、え、これ、あー、じゃあ、おのおの、お、坂本龍馬、これトライGにいたやつだよね。攻撃戦の、あー、こいつのクエやれば攻撃戦増えんのかな。さあ、ライゼクスと出会ったんだよ。あ、これで終わりか。じゃあ、パラは金クエやって進めろよって感じか。さあ、雨水ねと会ってきたぞ。ジンオーガすらも巧みにあしらう。まあでもさすがにジンオーガの方が強いと俺思ってるんだけど。もう、続くか。さすがに。ばあちゃん、変なマンモスに襲われたんだよ。さあ、これである程度終わったんで、次回、普通にキークエやりましょう。さらば。